こんにちは、小麦です。今回は北アルプスの薬師岳でテント泊参考の紹介をします。薬師岳は富山県に位置し、標高は2926メートル、日本百名山と花の百名山に選ばれています。古くから信仰の山として知られ、明治以前は女人禁制の山だったそうです。カール群があり、国の特別天然記念物に指定されています。最長の多い山としても知られます。おすすめ登山時期です。有峰林道は11月中旬から6月上旬まで冬季閉鎖されます。最適期は7月から8月の高山植物の時期です。紅葉は9月末から10月上旬になります。登山計画です。折り立てからスタートし、太郎平小屋を経て薬師峠キャンプ場にて1泊、2日目に薬師岳山頂に登り、ピストンで折り立てへと下山します。1日目は距離 8.4キロ、標高差 1100メートル、コースタイムが4時間半。2日目は距離 11.5キロ、登りが 650メートル、下りが 1600メートル、 コースタイムが7時間になります。駐車場は折り立て駐車場になります。駐車場へ行くまでに有峰林道を通行します。有峰林道のゲートは夜の8時から朝の6時まで閉鎖されているので、これ以外の時間にて駐車場へと向かいます。トイレ横の登山口から登山スタートです。太郎平小屋までの道のりは急登と平地の連続といった印象です。道中見晴らしのいいベンチで休憩ができます。途中から整備された階段をひたすら登ります。登山届は太郎平小屋にて提出することができます。小屋では名物の太郎ラーメンが食べられます。昔ながらのあっさり醤油ラーメンでとっても美味しいです。生ビールも可愛いジョッキで飲むことができます。太郎平小屋から20分で薬師峠キャンプ場です。キャンプ場の受付は太郎平小屋か、3時過ぎからはキャンプ場前でも受付があります。料金は1人1000円、予約は不要。トイレは歩いて1分ほど、かなり綺麗です。沢水があり、水は豊富にあります。お腹が弱い人は浄水か煮沸しましょう。爆泳数は100張り、見た感じ200ぐらいは頑張れば張れるかなという印象でした。平らな場所はペグも刺しやすく立てやすいです。2日目に薬師岳山頂を目指します。キャンプ場から約2時間ほどで山頂です。道中薬師岳山荘があり、軽食やあんみつ、フルーツポンチが食べられるそうです。山荘から先が少しザレ場になっていたので注意が必要です。山頂からは北アルプスを隅々まで一望することができます。空気が澄んだ日には白山、御嶽、富士山の山頂を見ることができます。また立山方面の稜線はとても美しく、稜線の先に見える剣岳がとってもかっこいいです。北アルプスの貴婦人、薬師岳テント泊の紹介でした。皆さんが楽しく安全に登山ができることを願っています。最後までご視聴ありがとうございました。